量を考えていくと、ですねこの部品というのはかなりの設備投資もかかってきますし、独自の量でやるというより、それよりもいろんな、えー、方々に最終的には広めて、量の確保をしていくと。本田さんがお持ちの自動車メーカーとしての幅広い知見、そして私どものがサプライヤーとして持っているその知見、このベストミックスにより、えー シナジー効果さらにはですねスケールメリット効果を出してホンダと日立製作所の子会社日立オートモティブシステムズはハイブリッド車や電気自動車などに搭載するモーターの製造や販売を手掛ける新会社を7月に設立します新会社は日立オートモティブシステムズが51%ホンダが49%出資します本田は2030年頃までに 世界販売台数の3分の2を電動車両にする目標を掲げていて、低いコストでの開発と生産を目指します。新会社で製造されたモーターは、ホンダだけでなく、他の自動車メーカーへの供給も目指し、アメリカや中国に生産工場を作る計画だということです。